では次に間違いやすいところとそれから一部の分解意味を説明させていただきます。はい、まず最初に、はい、はい、用意というところがあります。これがジオンの場合は左足を引いて構える、伐採台は右の方を引いて構えます。これには2つの意味があります。演武線を正しく守るという意味と、攻撃する方から始ま、あの攻撃する側を引き寄せるという意味があります。1、2、3、4、はい、これはカメラの方を向いてやってください。だから構えが起こります。1、まんじゅう受けです。これは垂直です。それからこれは最短距離をつきますが、拳が直線で来ると威力を失いますので、曲線を描いて当たる瞬間に直角になります。2、3、4、これは相手が蹴ってくる場合、これを受けます。受けておいて、ついてそれか投げますという意味があります。1、2、3、はい、これ反対にやってください。カメラ見えるように。1、2、3、はい、これはこの手首のスナップによって低照で打ちます。この時に大事なのはやはりこの腰のスナップに合わせて手首が同時に働きます。だから強くなります。これは相手の突きを受けながらの攻撃に入ります。またはこれ受けに入ります。2、3、4、5、6、7、8、はい、この手を下ろすときに肘があまり動かないように注意します。なぜかというのはこれは水落ちをプロテクトしております。こういうように折ります。次が入って、はい、この時に肘のスナップを効かせない、しないように伸ばしたままで受ける。これはなぜかと申しますと、相手の蹴りを受けたものを鳴らしてやるという時に非常にむすむすに相手の攻撃方向が重力が横へそれます。そして次はこの姫はこの顎の高さと同じで、それから顔面を通ってひねりながら上げます。そして打つ。これは、はい、これから受けてこのまま鳴らします。そしてついて打ちます。ですからこの詳しくはここから今から受けるんですね。これからぐっとゆっくりついてください。ぐっと入るという意味です。1、2、3、はい、反対向いてやってください。お次に、はい、1、2、3、はい、はい、これで大事なのは、はい、右足を振り上げるときにこの手があまり都合のいいように移動しないように注意します。1、次も同じです。できるだけこの形を維持しながら振り上げて打ち下ろすときに引きます。同時に2、はい、1、2、これは、これからこの左手が大きく回るのに合わせて右手が中心小さく回って、同時に回ってそれから入るというのが大事です。この意味はこれは相手の突きをこれがシュッと
こう受けながら同時にこれ月に入ってます。そういう意味です。しよう。